マリコ橋場の東京都と神奈川県の県境、川崎市側から見る橋場。初代マリコ橋の親柱マリコ橋は、玉川下流に架かる、主要地方道東京都道、神奈川県道2号東京マリコ横浜線の橋梁である。東京都大田区田園町府本町と神奈川県、川崎市中原区上丸子八万町の間に架けられている。マリコ橋の管理は東京都が行う。 川口から 13.0km の位置にあり、鉄道橋を除けばガス橋と双子橋の中間にあたる。橋の間に東京都と神奈川県の都県境がある。片側に車線道路で中原街道が上を通っている。近接して上流側に東急東横線。 東急目黒線の東急東横線玉川橋梁、下流川に東海道新幹線の東海道新幹線、玉川橋梁の二つの鉄道専用橋があり、マリコ橋はこの二つの橋に挟まれる形で架かっている。初代の橋は1934年に建設され、その後2000年に現在の橋に架け替えられた。初代の橋はリズミカルなアーチが組み合わされた姿が特徴で、 1990年に神奈川の橋100選に選ばれた。マリコ橋はマリコの私があった場所からおよそ200メートル上流に中原街道の新橋として1934年に完成した。完成当時は片側1車線道路の橋で、その後、老朽化と交通量増大に対応するため、東京都と川崎市が共同で掛け替え事業に着手し、2000年5月に 片側に車線の新しい橋への掛け替えが完成した。これが現在のマリコ橋である。2002年にマリコ境北詰め付近にアザラシの玉ちゃんが出現し、マスコミで取り上げられ見物客も訪れにぎわった。様々なテレビドラマ等のロケ地としてよく使用される。また、マリコの私に通じていた中原街道弓道の坂道部分は桜坂と名付けられ、 歌謡曲にも取り上げられて、桜の名所となっている。2013年4月29日未明、ウクレレ漫談家のマキシ信ジがこの橋の付近で、闘神自殺を図り死亡した。古代から玉川のこの地に、マリコの私と呼ばれる渡し船が存在した。昭和初期に加強されるまでは、中原街道は川を渡船した。ありがとうございます。